はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。皆さんは魔女の一撃というカードをご存知でしょうか。本日はですね、視聴者さんからリクエストをなんかめちゃくちゃコメントきまして、あの魔女の一撃使ってくれっていう、なんかすごい、なんか魔女の一撃ファンからのコメントなんかすごい来るんですよ。で、今回はこの魔女の一撃っていうカードを活躍させるというか、使いたくてデッキを組んできました。これどういう効果かっていうと、これものすごいね、発動条件難しくて、これ相手がモンスターの召喚、特殊召喚を無効にするか、または相手が魔法トラップモンスターの効果をの発動を無効にするかした場合、相手の手札フィールドのカードを全部破壊するよっていう効果があるんですね。で、全部相手の手札フィールドのカードを破壊することはできるんだけど、発動条件がすごい難しいんですよ。召喚特殊召喚無効にする、例えば神戦とかですね、神戦とか、あとそれから発動を無効にする、発動無効なので、まあ例えばバロネスとか、まあガンマとかですかね、今の環境だと。あとまあ神系のトラップカードとかなんですけども、あの辺を使ってくれて初めて起動できるカードです。例えば、まあ、流行ってるカードで言うと、まあ、あのうららとか、あのハカアナとかっていうカードは、これね、結局効果を無効にするだけで発動を無効にはしないんですよ。こいつも効果を無効にする効果だし、こいつも効果を無効にする効果なんですよね。だから魔女の一撃を発動することができないんですよ、この辺のモンスターとかカードでは。だからあのね、結構相手依存正直相手依存、相手が神戦とか、まあ、カウンタートラップ系かな、基本的には。あの辺を、まあ、握っておいてもらってる時とかに使えるカードですね。で、しかもなんか自分が発動した効果を相手が無効にしないといけないんで、こっちがなんか強そうな効果を発動しないといけないんですよ。これがまあきつかった。正直撮影はめっちゃ難航して、なんかいろんなデッキ試したんだけど、やっぱね、一番ね、安定してなんかその妨害とかを構えれるテーマの方がやっぱ相手が無効にしたがるからいいかなと思って、まあやっぱり今だと双剣かなっていう感じで今双剣を僕は使ってます。はい。で、まあ双剣でね、そのバロネスとか、それからまあ石章とか招福とかを出して、でその効果を無効にしてもらって、無効にしましたねってことで魔女の一撃を打つという、まあそういうことですね。しかもトラップカードなんてめっちゃ遅いんですよ、このカード。速攻魔法とかだったらめっちゃ強かったですけど、そのトラップなんでセットしてからラグあるんですよね、発動できるのに。これめちゃくちゃきつくて、まあ、一応トラップトリックとかセットできるんですけども、まあ、この辺 あのカードは一回セットして次のターンから発動できないといけないので、まあ、ある程度ね、その自分の先行制圧を敷いて、でそれを無効にしてもらってからマジの陣打つっていうのが一番理想なんで、先行ではある程度制圧できるような盤面を作れるようなデッキにしました。まあ正直こんなカードを発動しなくても勝ってしまうデュエルが結構多かったんですけども、あ、今回はね、魂の3時間撮影によって、魔女の時期1回決めてきたんで、それをね、皆さんにお届けしたいなと思います。もう二度とやりたくない。デュエルスタンバイ。決まんねえよこんなカード、こんなカード決まクソチコったしデッキ決まんねえってこんなカード。誰だよこのコメント書いたやつ、マジでしばき回すぞ。魔女の一撃使ってくださいっていうなんかコメントめちゃくちゃ多いんだよな。なんでこのカードそんなに人気なのなんかなんでそんなに人気なのこのカード、わけわかんねえな。もしね、皆さん、なんか使ってほしいカードがあったら、コメント欄に書いていただければ一応検討はします。動画にするか分かりませんか。あ、まあちょっとゴードンかぶったら弱いね。まあエルドリッチだから、まあそんなに簡単になんか展開しすぎる来てワンキルとかはあんまないと思うんだけど、まあ、2体出てきて、まあぶん殴りぶん殴りグスターマックスみたいなのはちょっと一番ケアしないといけないね。赤き血染めでエルドリッチが出てくるやつね。はい、オッケー、了解。抹殺とか破壊な完全腐るのこれ。相手でもほとんど誘発入ってないから、でしかもなんか抹殺で抹殺するから多分入ってないし、相手これ厳しいな。で、エルドリッチ出てきた、オッケー、強気の盾、なるほど。うわ、弱っ弱すぎない？ビビるわこれ、あまりに弱いな。お祈りターンエンドしかないだこれ。セットセットセット、まあエンドかなこれで。まあこれでいいんじゃないまあワンキルされたらもうしょうがないわ、それに関しては。さあ、めちゃくちゃ除外されている龍炎2枚いってる、龍炎くん2枚いった、
で、血染め効果でデッキから、黄金鏡をセットできるよ。で黄金鏡の効果なんで何をセットするか知らんけど、まあ、また盤面が強固になると。でコンキスタドール OK。 でコンキスタで表側カードを破壊できるけど今あんま関係ない。エルドランドか、これもうウララ投げた方がいいんじゃね。これウララ投げてこれ無効にしてくんねえから、これなんか無効にしてくれ。これなんか過密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 しよう。過密頼む。無理か。わ、相手のなんか無効待ちなのやばいよね。相手のなんか、ちなみに今ので破壊穴ってやるとダメなんですよ。破壊穴は発動無効じゃなくて効果無効なんでダメで、なんかねめっちゃ辛いんですよね。ま、あのバロネスとかですかね、ガンマとか環境で言うと、あと神戦とか神の通告とか神の警告とかそっち系のカードだと結構ね、あの相性はいいです。あの発動無効なんで。バクヤ来たか、バクヤ来たけど来たところでなんだよな。一回ゴードン打つわ。ゴードン打ってでカード10枚除外してドローしていくスタイル。めっちゃ飛んだ、めっちゃ飛んだけどまあ悪くはない。羽暴起来た、頼む神戦打ってくれ。羽暴起に頼む。これワンチャンあるんじゃない。これあんだけセットしたら神戦あるだろ。いけハーピの羽暴起、向こうにしろこの効果を。トアに乾きしよう音響。え、これ無効にする効果じゃね。ジュノフィターネットコモンスターリリースして発動無効にしたがりするって書いてる。来た、いけんじゃねえのこれ。え、これいけんじゃねえの。来た、魔女の一撃発動。魔女の一撃の効果により相手が魔法カードの効果をの発動を無効にした場合、相手の手札フィールドのカードを全て破壊する。決まれ、頼む。もう2時間くらい撮影してた、頼むもう決まってくれ。もうやりたくねえこの作業、頼むもうもう決まってくれ、頼むやめろ。これで神聖とか言ったら俺もう切れるぞ。これで神聖したら切るからな、マジで。墓穴はいい、墓穴はいいぞ。ないじゃないか、神聖ないぞ。これもうじゃあこのカードに直接遅延することはできない。来たんじゃないこれ。マジマジ、え、これもしかして決まっちゃうやつ。うわーっつー、うわーっつー、うわーっつー、つえー、くっそつえ。待って、これワンキル取れんじゃね。これバクヤとさタイヤあるからよ。これ待ってよ、これワンキル取れんじゃねえか。これ待ってくれ、6000円だな。相手バクヤ召喚するじゃん。バクヤ効果発動してで、バクヤでタイヤ見せてトークン生成する。で石章出して、で石章で竜炎持ってくるじゃん。これな、竜炎まだあるかどうかだけ確認するわ。竜炎は2枚飛んでる、2枚飛んでて、ある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 、全然ある。俺はレベル4のバクヤにレベル4のなんか双剣トークンをチューニング、シンクロ召喚現れよ。双剣大使石章、石章の効果チェーン1、そしてバクヤの効果チェーン2で発動。バクヤの効果によりカードを1枚ドローし、バクヤの石章の効果により双剣カードを1枚を手札に加えるか除外する効果を持っている。石章の効果により双剣軍師竜炎を手札に加えていく。そして竜炎の効果発動。竜炎の効果は手札に存在する双剣カードを1枚墓地に送ることによってこのカードを特殊召喚しトークンを1個生成する。そしてトークンがレベル4となっているためレベル6の竜炎にレベル4の双剣トークンをチューニング、新規の召喚現れよ。最強の双剣モンスター双剣軍師フルールドバロです。竜炎効果1200万、残りライフは5200、5800。勝った勝った第3部官、うおー対戦ありがとうございました。本当に苦労した、もうやりたくないこの作業。あーまあ、誘発欲しかったけど、まあ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 、手数的には結構多い方かな、これは。
エクレシア特殊もいけるし、流走剣がもいけるから、まあ悪くはないかなと思うんだけど、ローンファイアブロッサムOK。いや、ローンファイアブロッサム止めたかったな、これ。ここにウララって言ったら、まあ大体植物属テーマ止まるんで、ここにウララ言えないのちょっと厳しいですね。誘発逃げてなかったら絶対に負けるゲームと言っても過言ではないかな、これ。今もうやばいことになってるぞ、これ。なんか、何起きてんだ、これ。ちょっと、なんかすごいこと起きてるけど、これ大丈夫か、これ。ベアトリーチェ効果で、好きなカードを、デッキから墓地に送れる、恵みの風。なるほど。アロマ展開か。で、現時期、アウロゾンの効果で、トラップカードを加える。へぇその効果、使ってる人初めて見たわ。オライオン出してこない人あんまり見たことないけど、その効果はなかなか面白いね。おー、なるほど。なんかすごいソリティアした割にはなんかあんまり強そうじゃないけど大丈夫これ。ベアトリーチェ効果で、ベアトリーチェで暴天候を切って、あれですね、なんかまたもう一回送りますね。あ、ラーの使徒、やばいモンスター送るやん。ギブアンドテイク、あれ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 、これは特殊召喚ができないぞおい、ラーの人送りつけられんの、マスターズ入れでもそうなんかい。いや、これね、デュエルリンクスっていうゲームでこのコンボ強すぎて、1回ってか今でもかなんかギブアンドテイクとかいうカードリミット1になってんすよ、デュエルリンクスでは。お前絶対リンクス民だろ。おい、ふざけんな、無理だろこれ。どうすればいいんだ、何もできない、何一つモンスターを出すことができない。潤いの風来たー。潤いの風どっちですか、サーチする方ですか。あ、サーチする方ですね、なるほど。いや、やばいこと起きてる。いや、これは厳しい、これは厳しい。ラーノシトロックってマスターズよりも存在するんですね。ちょっと魔女の一撃とかなんかの前にそもそもモンスターが出せねえ。